やっほー、宮田だよ。にゃか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 ばーん。めっちゃ寒い。はい。この間のね、動画の続きなんですけど、今日は屏風山のね、パーキングでね、もう休息をがっつり取りまして、もうそろそろね、夜が明けてきました。で、めっちゃ寒いんですけど、今の現在の気温はですね、なんと5度です。はい。やっぱり中央道センターといえばやっぱ寒いですね。はい、ということでね、早速、長野県の方に向かってね、走っていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。それでは長野県に向かって行くよ、みんな出発進行。はい、それではね、出発します。その前に、出発する前に喉渇いたんで、あのコーヒーをね取ってから行きます。今ちょっと何してるかって言ったら、ちょっと腰があれなんで、ちょっと背骨をねちょっと今伸ばしてるんですよ。これ気持ちいいんですよ。あー、猫背なんですよね。にゃお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 、よいしょ、いてててて、いや、よいしょよいしょ、じゃん、コーヒー。やっぱカフェオレよね。シートベルト、これシートベルト出すときにさ、たまにこれ日野はよくあると思うんやけど、運転席のシートの横にダイヤルがあるんよ、こう回すやつがね。そのダイヤルのところにこの、なんていうの、これが引っかかって出えへんときあるよ、たまに。よっこいしょ。今日も行きますか。メガネかけて、これ前見えますか皆さん。ちょっと気持ち片付けたんですけどね。はい、よいしょ。はい、それではね、中央道の屏風山をね出発していきたいと思います。よいしょ。気温5度は寒いな。足元にちょっと暖房27度入れます。はい、それでは出発。重たっ。出だし一瞬動けへんから歯止め外し忘れるんかなと思うわ、ね、ちゃんと歯止め外しましたよ。よいしょ、ヘッドライトつけとこう。おお、カラスが朝ごはん食べてますね。やっほー、見当たんだよ。カラス行ってくるね。朝ごはん何食べてるのかな。カラスのカーカーだ。朝の寒い時からご飯を食べてる。ゴミを散らかしたらゴミ箱へ片付けるんだ、カラスの諸君。言ってもわからんかな。よっしゃ。まあ今のね、カラスと一緒で、ゴミをねパーキングエリアに捨てたりとかねする人、もうほんまカラスとかね、そんな人間のすることじゃねえ。カラスと一緒じゃないですか、ね、ちゃんとね、みんなゴミはねゴミ箱にね捨ててくださいね。パーキングとかサービスエリアお願いします。全然登れへん、重たい、さすがトレーラーですね、重たいですね。出だしのこのスピードの遅さってね、ちょっとハザード長めに出しといた、後ろから追突された嫌なんで、スピード感が全然違うでしょ。よいしょ。いやー、いいね、なんか朝ね、うわ、見てください皆さん、ピンク色のこの景色、なんかすごいセクシーですよね。僕の中ではすごいセクシーでしたね。哀愁漂う、なんかこのピンクと白のこのコントラスト、コングラチュレーション、これどっちや、コントラスト、コングラチュレーション、どっちや、どっちかなんですよ。めっちゃ綺麗ですよ、このコングラチュレーションのこの感じがね。あ、ちゃうわ、グラデーションや。そうや、グラデーションって俺言いたかったよ。グラデーションがめっちゃ綺麗なんですよ。ピンクから青に変わっていくね。あ、晴れてきた。ちょ、もう60キロ切るかこれ。そんなに急でもないやろ。久々にセンター15度走ったら、こんなに空燃費悪いよな。
やだ。いや、センターこんなんか久しぶりに走ったけど急やな。45キロやで。ごめんね、みんな。途半車線ないんや、ここ。ねえ、センターとか上信越道をね、走るとね、本当にね、アップダウンが激しいからね、見悪いからね、基本的に一般貨物積んだらあんま通らへんねんけど、やっぱこっちに用事ある人はこっち通りますよね。こっち積み込み行ったりとか、荷下ろしがあるからね。だから冬場は絶対通らないですね。全てジャックナイフしてトレーラースイングなんでわーってなるから、透明周りでね、圏央道を使ったりとかして、なるべく平坦なまっすぐな道使って行きますね。でしょ、毎年冬はね。あ、やっとスピード乗ってきましたね。やっと68キロです。終わってるやん。まあね、皆さんに何が言いたいかと言いますと、これがトレーラーなんですっていうのを伝えたかったんですよ。はい。だから大型トラック乗ってる方、4トン乗ってる方、ね、乗用車乗ってる方、バイク乗ってる方、ね、いろいろおられます。いろんな車種があります。でも、トレーラーの運転手さんで荷物、ね、一般貨物で重たいのバーンって積んだ時は、こういう世界観なんだよっていう、今やっと70キロです。今やっと70キロです。はい。で、10トンとトレーラーでもこんなに差って、こう70キロ出ててもこんだけ差つくんですからね。はい。で、加減して走ってるわけじゃないんで、これアクセル今ベタ踏みなんですよ。ベタ踏み踏んでるけど伸びないんですよ。ちょっとずつ、あ、今70キロにやっとなりましたね。はい。と思ったら下りやからアクセル抜かなあかんすよ。下りやからね。下りでアクセル抜くことによって、まあ、惰性、打力で走ることによって、この間ってアクセル踏んでないんで、燃料ポンプからストップして止まってるんですよ、軽油が。だからあれなんですよ、燃費が良くなるんですよ。下りでアクセルずっと踏んでる人っていうのは燃費悪いんです。はい。で、この辺ぐらいからじんわりまたアクセルゆっくりふわっと踏んでいくんですよ。ガンって踏んでらしい、ガンって踏んだらその分ふわって踏んでするから燃費が悪くなります。瞬間噴出力が高くなるんで、アクセルをね、バンって踏んだら、燃費がブワッと出るんで燃費が悪くなります。ふわっと足してあげるようにしましょう。はい。合わせてあげる感じですね。まあ、僕はギターとかドラムとかやってますけど、まあ、そんな感じで、もうアクセル抜いといて惰性で走っといて、もうそろそろかなっていうふうに、ゆんわりこうふわって背中を押すみたいな感じで、アクセルをこうふわっとこう足してあげる。今みたいな。ふわっと足してあげる。ふわっとなんか言うねんって、ふわ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 時間の見えた、センター走るんでレッツゴー。はい。ねえ、あかんやん、またもうこれ全然やな、これ最高80キロなんですけどね、もう60キロですよ。ねえ、トレーラーの世界へようこそ。皆さんこんな感じにもう抜かれまくってるでしょ。まあ、抜いて行かれてる方はいろんな人いてますけどね。あ、トレーラー重たそうやな、大変そうやな、頑張れよ、気つけてなって思ってくれる人は、まあ、いると思うけど少ないかもしれないですね。で、4トン10トンでバーで抜いていったら、遅いな、どけよおばちゃん前やな、みたいな、何キロで走っとんねんみたいな感じでね、思う人がほとんどやと思いますよ。うん、おそらくね。で、トレーラーがトレーラー抜く場合っていうのは結構ね、気持ちめっちゃ分かってくれるんですよ。自分もトレーラー乗ってるから。そうなんです。で、あとね、強いて言うなら10トン車も荷物満載積んでいっぱいやったら、上り車線めっちゃ途半車線使う、上れへんぐらい重たくなるんで、10トンもね、うん、だから10トンの人やったらまだね、まだこのトレーラーのこの、ね、60キロとか40キロとか45キロとかこの世界観分かってくれるんじゃないかなって思います。はい。そうなんですよ、今日はトレーラーのこのアップダウン、ね、センターを使って走っていくんですけどもね、トレーラーの世界というのはこういうゆったりとした世界観なんだよっていうのをね、みんなに伝えたかったです。だからね、もう一つ言いたいのは、トレーラー遅いからって言ってね、皆さん煽らないでくださいね。
はい、これでも一生懸命走ってるんですからね。そうなんですよ、大量の荷物を積んでね、運んでます。1回ですごい量を運んでます。はい、それは重たいじゃないですか。それは重たいに決まってますよね。そうですよね、箱だけでも長くて重量重たいんですから、車両だけでも。そこに荷物が重たいのが満載乗るんですよ、うん、でアップダウン激しい峠、それは登らないですよね。はい、車両のやっぱ差っていうのは一目瞭然ですよね。まあ、絶対また耐えてくる。はい、もう60キロです。ごめんなさいね、羨ましいな、4トン早いな。もう突っ込んとさなあかん。もう50キロです。後半車線、お、大丈夫、故障車、あー、パンクしてるわ。え、右の前と右後ろと両方パンクしてるな。災難やな、2個同時にパンクすることってあるんやな。助けてあげたんやけど、ちょっと今僕もちょっと時間過ぎてるんで、ごめんなさいね。今多分 JAF か警察かね、なんか電話してるでしょうね。はい、そうすると反射線がなくなります。あと 200m、 この車行ってから右に寄る。55キロです。こんな感じですよね。それは乗用車100キロとか120キロとかで走っとったら、50キロとか45キロ持ったらうわってなるわね。この速度感の違い、重たいも走ってる。だからトレーラーは後ろから見たらテールランプの下、リアバンパーあります。リアバンパーの下に右と左三角のこういう赤の反射板がついてます。後ろから見たら10トン車もトレーラーも、まあ、開口を除いたら基本トレーラーで 3.8 メーターなんですよ、高さがね。そうです、 4.1 とか開口あるけどね。なんですけど後ろから見たら基本は 3.8 なんで、10トンなのかトレーラーなのか後ろから見たら分かれへんやんってなるかもしれんけど、リアバンパー見たらすぐ分かるんですよ。これトレーラーにしかついてないんですよ、その三角のマークの反射板っていうのはリアバンパーに。これ皆さん街中走ってる時ね、一回違った目線で後ろから大型車両の後ろついた時に10トンなんかな、トレーラーなんかなって乗用車やったら思うと思うけど、その時にミヤさんが言ってたことを思い出してください。テールランプの下にこうリアバンパーが横についてます。それの左と右の両サイドに赤の三角の反射板が必ずトレーラーにはついてます。はい、でパッて見た瞬間、うわ三角マーク赤の反射板ついてる、これほんならトレーラーなんやって言うて、次追い越す時とかでも横並んだ時に見てください。あ、ほんまやトレーラーやって必ずなります。はい、こういったね、街を走っててもね、そんな知識教習所でもなかなかそういうの教えてくれないと思います。はい、実際ねその教習所とかでも教えてもらえないこと、まあ、箱の脱着を実際にやったりやらなかったりね、キャビンの上げ方ね、いろんなその教習所では習えないこと、あとはこういう豆知識ね、交差点の2車線のライン取り、右を走るのか左の走るのか違います、真ん中を走ってね、2つの車線を使って走っていくという曲がり方をしないとね、安全面に関してもあと事故の率が上がりますし、時と場合によってトレーラーは教科書通りにはいかないんです。はい、皆さんこれ覚えておいてくださいね、教科書通りにはいかないってことです。なぜならトレーラーは大型特殊車両なんです。はい、特殊なんです。はい、なんで基本は、ね、皆さんと同じ乗用車と同じように基本の交通ルールは守るのですが、交差点とかそのになると狭いところとか行った場合はやっぱり教科書通り普通車と同じように曲がることはできません。大型トラックと同じようには曲がることができません。予期せぬ動きをします。なのでトレーラーは追い越す、絶対追い越さない、ね、交差点内特にトレーラーの場合は後ろ三角バックついてるな、ね、あ、2車線右折やな、外からまくったれ、右からね追い越したれみたいなね、交差点内で、そもそも交差点内っていうのは追い越し禁止なんで、はい、そうなんですよ。だからトレーラーマーク三角マークがある場合はいきなり頭こっちに出してきたり、うちにグッてこう箱が寄ってきたっていうことがあると思うんです。だから
交差点内で曲がるときは極力そのトレーラーに近づかないのが皆さんの身のためです。はい、もちろんトレーラーの挙動とかね、制動とか、こう流れてきて箱がこっち寄ってくるであろう、頭こっちまで出るであろうっていうのを予測して運転してる乗用車の方、大型トラックの方ならば大丈夫なんですけど、ほとんどやっぱり自分の運転のね、ことで集中してはるんで、トレーラーの動きのことはね、多分考える余裕はないんやと思います。はい、なので、トレーラーの動きをね、予想できない、ね、方が、ほら、多いと思うんで、なので、トレーラーは交差点内では追い越さないようにしよう。はい、で、トレーラーは後ろから見ても三角マークっていうのがついてるんで、三角マークがついてるなと思えば、上り坂に入る瞬間に、あ、前は三角マークがついてるから、上り坂やったらめっちゃ遅なるやろうな、ちょっと右に先寄っとこう、みたいな感じで予測運転ができるんです。はい。まあ、いろいろね、活用してください。はい、今日はね、トレーラーについてお話をいたしました。それでは、僕が次は目指すのは、長野県の松代パーキングを目指します。はい、松代パーキングに目指すのですが、朝の7時、7時半くらいを狙っていけば、出発するトラックと、その今僕が到着するトラックで、入れ違いでなんとか止めれるんじゃないかなという作戦でいきたいと思います。夜中もっと早く、もうちょい寝れてたんですけど、夜中行った場合は朝の荷下ろしするために寝てるトラックたちがいます。なんで突っ込んでもほぼ止められへんので追い出される可能性があります。どうしても僕は松代パーキングで止まってちょっと時間調整をしたいところであります。はい、なので必ず松代パーキングに止めたいので作戦を練っていきます。早朝に出ていくトラックで、荷下ろし8時、8時半に始まるトラックは出ていきます。時間を合わせながら、そこを狙うのがハイエナ、ね、そうです、プロドライバー、ね、そこまで計算して、ね、寝床確保、休憩確保しないと、これだけの 17m という大型、ね、特殊車両を操るにはやっぱそういったところにも気遣い、心配りができないとなかなか難しいと言えるでしょう。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。今日はトレーラーの特性だったり、こういうこと気をつけたらいいよっていうね、トレーラーに対する、お話、ね、トレーラーに対する知識、こういうもんなんだよっていうのをね、分かっていただけたかなと思います。天野さんみんなは困ったな、もうすぐ60キロ50キロになるわ、ね、途半車線これでも45キロだった、あーこんな感じや、あーあーってなるわそれでは長野県の松代パーキングに向かって出発進行。